祝順愛新閣ら祝順は、中国成長末期の政治家。字は、阿メテ愛機人。帝新農家出身で、帝新農短家の弟、南豊高み門の側近として台頭したが、南豊高み門死後の聖大公との権力争いに、敗れ、市中で処刑された、同行年間に三党保国将軍、三里市大臣となる。 皆豊たかみが即位すると、内閣学士に抜擢され、副都党、森軍党、乱儀師を兼ねた。皆豊たか4年に、御前自衛となり、さらに後部次郎、礼部次郎、戸部次郎の職を歴任した。港豊7年に、左と御師となり、利範院少書兼都党に抜擢された。翌8年に、礼部少書に異動となったが、依然として利範院を掌握していた。後に、 とべ直おしに移動。みな、九年、過居の主権官を務めた文献拡大学士、軍機大臣の歌詞は、が賄賂を受け取っていたことが発覚すると、厳しい処分を主張し、暫定に処した。また、貨幣会中にまつわる不正事件で、多数の官僚を処罰する一方、別の一派から賄賂を受け取り見逃したこともあり、二大事件を通して、官僚組織を牛耳った。皆豊か10年、 アロー戦争で、英仏連合軍が北京を襲撃すると、皆豊神門の、北狩りに随行、熱火の暗宮で、午前大臣、内務府大臣となり、教弁大学士、領事営内大臣となった。同年、太平天国の乱鎮圧のため祖国藩を、両校総督に起用した。皆、豊か11年8月、皆豊神門が、重病に陥ると、祝順と、午前大臣再演。 単価、稽古と武器、軍機大臣、僕影、狂言、都官、醤油が工事を託された。しかし11月2日、タカミ神門の棺を北京に輸送中のところを、聖大公、安志新の植木県らによって逮捕され、8日に残首刑に処された。処刑の際、都の人々は瓦礫を投げつけて、開催を叫んだという、祝順は評価の分かれる人物である。新考は、 遠回しに批判を加えているが、中国の近年の研究では、英仏連合軍やロシアの要求に強硬な態度をとったこと、紙幣を発行することで通貨を増加させ、市場を活発化させるよう主張したこと、土の絵馬化状案に見られるように汚職に厳しい態度をとったこと、人物を用いる際に民族による差別をせずに、核かさみ等、陰光雲、王雲、光射、祖国藩、 小林翼、つばさ、とおら漢民族を徴用したことから評価が高まっている。ありがとうございます。